皆さんこんにちは。動画見に来てくれてありがとうございます。今回も青鬼オンラインうさぎの遺跡3回層やっていきたいと思います。さあ今回はなんだっけこれ、アシュラ鬼。ここも勢いだね、これっていうか、ゴロゴロの鉄球に阻まれなければ一瞬で終わるぞ。下手すりゃ一回もすれ違わずに終わる可能性も出てくる。うっうっ、あーしゃー、終わりだよ。おい、まだ一歩、あー、いやー、自己紹介からさ、賞味1分以内に終わったから、もうこれで終わるかなって思ったら、全然そんなことなかったね。よいしょ、おい。さあ、これで、でも、終わりだぜ。早い、今回はナメプしないよ。オーケー。早っ。それでも早かったな、3回走。さあ、そこで、アシュラ鬼がもうこれ、ふざけんじゃねえよと言わんばかりに、俺の周りに、雷落としてますね。見てね、水は。ほら、すごい。ぶち切れてますよ。激おこぷんぷん丸です。さあ、この激おこぷんぷん丸をアシュラ鬼で、トラ丸をゲッチュー。トラモフコだね。いや、早かったね。まあでもこんな回があってもいいでしょう。次はね、俺がいっちゃん嫌いの水神魚にやっていくから、ちょっとみんな見てってね。早すぎだよ。まだ3分だよ。てか動画全体、編集する前で今3分だから、相当短くなると思う。1分ちょいぐらいしかないんじゃないかな。これね、ちょっと2本投稿するとか考えてみます。OK、それではまた次回の動画もお楽しみに。それでは、バイバイ。